I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は全てのビジネスパーソンに送るメッセージ。登録者数が100万人を超えながら3月末で配信が終了した YouTube チャンネル日経テレ東大学の人気対談番組、なんで会社辞めたんですかの聞き手で、ご自身も2月末でテレビ東京を退社したこの方に話を聞いています。 映像ディレクターの高橋樹さんです誰にでも興味持てるっていうのはやっぱりその人と話をしていく中でこの人の面白い部分ってどこなんだろうなとかっていうのを掘り下げていくとこなのかなと思うんですけど。 価値観とか生き様にやっぱ興味があるというか<ー>じ、人生に興味があるんですよね。家ついてっていいですかも、うん、そうですし、ええ、なんで会社辞めたんですかもそうですし、うん、あらゆるものにそうなんですけど、やってることと、その背景にあるなんかこう、人生とかに興味があるんで、ええ、そういう意味で言うと、結構、まあ、全員人生じゃないですか。はい、なので、なんでその仕事してるのの抜けにやっぱりその人生があるので、そういう意味で言うと、誰にでも興味持てるってなりますよね。うんまあ、今回のなんで会社辞めたんですか っていう場合のインタビューの仕方と、家ついていっていいですかの仕方では、誰に話を聞くかが分かってるのと分かってないのとで、多分準備も違うと思うんですけども、うん、なんで会社辞めたんですかの場合は、やっぱりインタビューの前に、事前にやっぱ相当調べたりするんですかいやいや、あんまりしないあの、基本的な設定とか情報は調べてきますけれども、ええ、根本的に家ついていっていいですかも、なんで会社辞めたんですかも、あんまり変わらないと思います。あそうなんですか うん、逆にでも相手のことをある程度知っとかないと不安になったりとかこう共通言語を持ってないととかっていう意識はないですかないですねそれは。お<ー>、まあ、教,教えてもらえばいいやと思うんですよね。<laughs> なるほど。で逆にそこで相手の言葉を引き出して、まあ、聞いてる人見てる人にも分かりやすくするっていう、うんまあ、僕が分かんないことは多分視聴者も分かんないと思うんですよね。うん、なのでそこなんか置き去りにして 打ち合わせだっ別ですよ。打ち合わせだと、うちでやりますけど、ええうん、だけど、僕がわかんないことは、まあ、視聴者の方も普通はわからない可能性が高いんですよね。僕結構その、なんだろう、ちょうどいいところにいるっていうか、その、新聞基本読まないですし、そんなニュースも読んでないんで、うええ、そういう意味で言うと、ま、マスに向けて発信するとすると、ええ、まこれわかんない人がいるっていうことなんか普通に恐れずに聞いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ほう じゃあでもよくそういうスタンスで宇宙飛行士の野口さんとか経済学者の竹中さんとかこう対峙できましたねでもだからその分技術的な用語とか、うん、そういうのは分からないですしあの時事的なものはさっぱり分からないんですけど、うん、でもなんか根本にあるものってあんま変わんないですよその本理的な思考とか、うん、まあいろんなこう哲学的な考えのパターンとか、うん、あるいはこう 生物学的なメカニズムとか、なんかそういうベ,ベースになる考えっていうのは、誰にでもこう当てはまるものとかっていうのがあるので、まあそういうのをなんかこう、そういう本を読むのは好きですけどね。うん、だそういうベースの前はも持ってて、まあ別の知識を持っといて、まあその専門分野についちいち調べる必要ないなっていう気はしますけど、ねうん、あとこのやっぱタイトルがあるっていうのはいいですよね。なんで会社辞めたんですかっていうコンセプトがはっきりと明示されてるっていうのは、 話を聞きやすい部分もありますよね。おっしゃる通りですね。そこに向けて聞いてきていいだけの話なんで。うん、<laughs> おっしゃる通りだと思います。うん。いや、逆に僕はもういろいろインタビューさせてもらうんですけど、場合によってはこう、作品について話を聞く場合とか、まあ、もしこれが高橋さんが書いた小説だったとしたら、やっぱりこう全部読んで、で、その作品がどういうことを表現したいのかっていうことをこう引き出したいなっていうインタビューになるんですよね。 それだとやっぱなんかいろんなことを準備しなきゃいけない想定しなきゃいけないっていうふうに思考が働いてしまうんですけどちょっとそういうのとは違うって感じですかねあ、まあ、でもまあそれを仕事として作品について話すんだったらまあ確かに僕も見ますね。でまあまあ前提として僕の場合はなんかそのむしろ見たり読んだりして好きだ面白いと思った人を呼ぶっていうスタンスなので、うんね、逆にそんな事前準備ないですけどでも逆にこれ仕事として。 確かに、この作品、まあ、今回みたいに、この例えばこの本の著者にインタビューしてくださいって仕事として言われたらまあ読んだりはしますね、確かに。うん、まあその方が面白いですよね、確かに。その読んだ中であ、こんなこと聞きたいな、あんなこと聞きたいなっていうのがやっぱり出てくる部分もありますしね。ということで、まあ、今回のこのなんで会社辞めたんですか、うん、きっかけは YouTube から始まって、それを書籍化したものですけれども。はい まああのそうそうたるメンバーと対峙して話を聞いていく中でやっぱいろんな言葉を引き出してる高橋さんってすごいなと改めて思ったんですけども、えー、そもそもの興味の原点としてはやっぱり人の生き様とか、うん、まあ人生観うん、うん、そこに興味を持っているということでそれに対してこう自分がその人の話を聞いてきて出てきた言葉の言葉尻であったりとかまあそのニュアンスっていうのをしっかり捉えて 次のその質問に変えていくっていうやり取りで話が進んでいくんですよねでもやっぱ会社を辞める今も終身雇用っていう時代がもう終わろうとしてるような時期に差し掛かってまあ転職も珍しくなくなってきましたよねそういう時にまああの人はなぜ会社を辞めようと思ったのかっていうこの本の話に触れるっていうのはすごくなんか今の時代 有益なんじゃないのかなと思うんですよねでなかなか聞けないしそうですよねでその会社を辞める決断ってやっぱその人の本当人生が現れるんですよね、うん、っと変わりますからね人生はね何か、うん、そのもうやむにやまれぬ事情があってというよりは次に何か進もうとするそのステップとして辞めようという、うん、そこには一体何があるのか でやっぱりそのためには何か事前に準備してたりするのか、うん、それとも,もう思いつきでパンとやめる行動力が先ましたのかとかねもっ <laughs>、ね、と人それぞれで、うん、あのいろんなパターンがあるんだなと今ね人生ちょっとこうどうしようかなこの先って、うん、悩んでる人にとっても、うん、このねいろんな人の。 話っていいうのが役に立つから興味深いですよねすよ、まあ、宇宙飛行士の野口聡一さん、うん、経済学者の竹中平蔵さんそして探検家の角畑雄介さん、うん、そして番組プロデューサーで活躍している佐久間宣行さんなどなどもう本当にねあの、うん、今活躍している方々そしてこれまでに素晴らしい実績を残してきた方々ばかりなので、うんまあ、手に取って読んでみるのもいいんじゃないでしょうか、うん、今日は映像ディレクター高橋弘樹さんに話を伺いました。リンクの貝月ラナと大空リコです RKB ラジオでお送りしている「ガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックを」をポッドキャストでもお楽しみいただけますアップル t i f y Amazon m ミュージック o g l e ポッドキャストなどで「今夜もあなたにリンクリック」と検索してフォローをお願いしますポッドキャストもリンクリックリ